それではパネルディスカッションを始めますパネルディスカッションは関東学院大学理工学部佐藤浩也教授にコーディネートしていただきます。パネルディスカッションは地場産を活用する上での課題と解決方法についてを議論していただきます。佐藤教授は食と脳から世界の在り方を考えることや地産地消のような 地域の持続的発展に関わる実践と理論化の研究をされていますそしてこれらの研究を土台として東北復興活動にも関わっておられますでは佐藤教授よろしくお願いいたしますありがとうございます皆さんこんにちはただいまご紹介いただきました佐藤でございます え本当にあのこのような素晴らしい企画を作っていただきました農林水産省の皆様には感謝申し上げたいと思います。先ほど事務方の方から事務局の皆さんから伺いましたら、すでにま今回の締め切り以上のっていましょうか定員を超える方々が全国から。 このシンポジウムに参加を申し込まれて、着目されているということでございました、えー、身の引き締まるような思いでございましたけれども、えー、4人の方々の報告もまた、熱い東北、そして東京の方とともにですね、全国だけではなくて、世界に発信したいというような思いのこもったものでございました。それれでは早速あの始めさせていただきますけれども <laughs> 前田参事官様からですね、日本の食料資源や農林水産業をきちっと持続的な発展、軌道に乗せるということが、いかに SDGs の観点から大事なことであるか、それは国際的な課題に応える日本の役割でもあるというようなメッセージ、その一つの例として、フードマイルを含めたようなお話もございました。 新しい観点として、えー、栄養教諭さんに積極的に地場産学校給食に取り組んでいただきたいという願いこれは農水の皆さんをはじめとして多くの方々が地域というものの継続的持続的そこが私たちが生きていく基盤であるということそれを生物多様性も含めて農林水産業の 多面的機能をきちんと発揮できるようなそういった基盤を十分に残しうるためには消費者を含めた国民的理解が実に大事なんだということを告げていただいたものだろうと思います一方におきましては食育基本法等の趣旨からすれば地域子どもたち日本の未来特に厚生労働省的に言えば 健康日本21それを支えてきた日本型食生活について言いますと先ほど碓井さんから非常に強烈なメッセージが出されましたがその日本型食生活世界最高長寿の優れた食文化この基盤を作っている魚食水産業がここまで苦しい思いをしているこのことをまず理解したい私からするとやはりその通りであって。 日本の安心、これは安心という信頼感でございますね、人と人との互いの支え合いであります。そして安全はエビデンスに基づく科学的な問題でありますね、これもちゃんと保っている、だからこそ J ・ギャップ等を捉えたというお話もございましたが、こういったものとともにですね、これを子どもたちの世代から一緒に育んでいきたいという、そこに。 健康教育の大切さもあるんだと、これをですねえ強くお話をいただいたというふうに思います。日本はすでに世界最大レベルの食費量輸入国になっており、子どもブッシュ様大統領の方からは、かつて食料を自給できないような国は国家じゃないというふうにさえ言われて、 そこまで言われたことについて私はあの時非常にじくじたる思いがいたしましたがどっこい今日の4人の方々のお話そしてそれを企画してくださった鶴岡さんといった専門家の皆さんはそこの問題をきちっと踏まえて本日のシンポジウムに企画してくださったというふうに思っております。で最初に これらの討論を始める前に一つだけ触れておきたいことがございます。実はコロナをに臨んで思い出したことがありました。それはかつての BSE であります。あの時に日本全国から国産和牛が消えてこの岩手県でも大変苦労いたしました。たけれども岩手大学農学学農部長や学長やちと 連携を取って何としてもタンカクを絶滅危惧種から救い出すそれを守ってきた生産者たちの暮らしを守っていくんだということで緊急シンポジウムを政教や JA の方々食品産業の方々とともにそして岩手県庁の方々と一緒にやったことがございますその時参加してくださったのが盛岡冷麺で有名なぴょんぴょん社の社長でございます 生産者の皆さんから自分たちの苦しい思いを伝えられた後社長は、私の店ではどんなことがあっても岩手県産牛肉、タンカクを使い続けますと、私たちの店、盛岡冷麺は岩手の人によって育てられたのです、こういう時こそ私たちは岩手の皆さんに恩返しをしたい、こうおっしゃいました。我々会場ににいたメンバーは本当にあの 下を向いて楽にいいいてたたしましまま今ででも忘れられらない思い出であります岩手県にはそのようにですね地域の食文化生産サイド命懸けで守っている人たちをみんなで支えていこうというそういった心がございますこれを宮沢賢治の言いハトーの心と言えるかもしれませんけれども本シンポジウムが この盛岡で開かれるということの意味はそこにあるのではないかと個人的には思っておりますそれではよろしくお願いいたします、えー、先ほど四人の方々からルールをご説明をいただきましたけれども非常に限られた時間でのえご発表を 無理にお願いしたということもありますので、えー、おそらくお一人お一人いやあそこもう少し話しておきたかった話したいげてなかったというようなこととか、えー、パワーポイントで見せていただいた資料でここは実は飛ばしちゃったけどこういう意味ですよといったことなど、えー、補足する点があるかと思われますので、えー、報告順にですね再度ですね、えー 近藤様から順番にやお話ししていいいたただきたいと思います東京都は日野市や練馬など非常に優れた地場産学校給食を実践しているところもございますし杉並や世田谷のように国産給食を頑張っているところもありますがそういった中で、えー、ニューウェーブとして登場された近藤さんの本日のご発表というのはその目が覚めると言いましょうか。えー、高齢化で どんどん大変だなっていうふうな、えー、うつむきがちの意見が多い中でいやいや日本の農業は実は成長産業ですよっていう視点希望を与えてくださったように思いますさて近藤さんよろしくお願いいたします補足っていう意味で、はい、今佐藤教授の方から、まあ、日本の農業、まあ、第一産業が衰退してるっていうお話でしたけどえー 私の息子ちょうど小学生で日本の農業の食料自給率とか日本の農家の数が減少してるということは学んできたらしいんですよね。でまあ行政の方もマスコミの方もそうえおっしゃられますけどまあ実際現場で働いてる方ってそんな未来を悲観してる方って少ないと思うんですよね。やはり明るい将来を見据えて第一産業の方ってやってると思うんでその辺はやはり生産者 だった第一産業で働く側がもっと発信していく意義があるのかなとは思います、はいでまあ、学校給食について発足させていただきますと、えーまあ、今日東京から盛岡っていうところに来まして、まあ、岩手や宮城の方の先進事例をお聞きしましてやはりすごい地域性が大きいでそして、まあ、東京で やってるメリットというのがすごい大きいって恵まれてるなとはすごい思いました。まずもう東京都は基本国産食材しか使わない、次にえスライドの中でも説明しましたけど、同一市区町村、同一都道府県、国産という順になってきますんで、やはりえ地場のものが最優先に使われるえ価格もえ単に安い方を選んでくれるんじゃなくて、やっぱり。 多少高くててもジバのもののを使っていただ、けるそういう環境があるというのが本当に恵まれていると思っています。そこでまあ使っていただける、献立てを考えていただける栄養士さんの方には本当に感謝しております。どうしてもやっぱ学校給食,食、食育というと、ボランティア的な要素がすごい高いと思うんですけど、やはり経営者としては経営していかないといけない。経済的的に持続的 可能な状況に続いていかないといけないっていうのを考えると、えー、その面でやっぱ学校給食というのはすごい東京農家としてメリットがあると思ってます。はいえーそうですね、あと、まあ、事前にいただいた質問の中で、まあ、100校もあればそれぞれ事情が異なって、えーまあ、児童生徒も数も違いますし、まあ、その辺、まあ、リアルタイムで情報を共有とか 困難な調整とかどのように対応してますかっていうの頂い,いたんですけどえまず地元の学校給食センターとはえー毎年種まきをする前にえお話をしましてえ月別でこの食材を何キロ使えますっていうのを出していただいてますそれに基づいて供給できるような体制を生産者側で整えていますでまた遠方の地域になりますと、えー 相間に入ってくれる業者さんがいらっしゃいますのでその方にやっぱまあニーズを聞いて作付けに生かすようにしていますどうしてもまあ漁業も農業もそうだと思うんですけど明日欲しいっつっても今日種まいて明日できるものではないんでもう数ヶ月かかるものなのでまあ先を見据えてえやるっていうのが生産者から直接農作物を提供するっていうので大事だと思うんでそこら辺はまあ八百屋さんから 収、えー、めてもらうとのと違うっていうのは理解していただいてまあ、やりやすいようにやらせていただいております以上ですあ,ありがとうございました、えー、2点実に大切な補足がございましたがこれは本日の論点とも重なりますので後ほど改めてお尋ねしたいと思いますありがとうございました、えー、続きまして、えー、滝沢の中村さんお願いいたしますはい えっと今お話しされた近藤さんも非常に若い方だなという印象なんですけれどもえっと私が所属している産直チャグチャグというんですがそこも割と若いメンバーがおりましてそれでまあ2世の方が中心なんですけれども主にリンゴ農家の方が多いところですそ,うそれ以外でもあの滝沢市内であの若い農業者がここ数年で 増えたなという印象がありましてでその若い方たちがどういうふうにこうどういう販路で販売しているかなっていうことを見るとやっぱりいろんなところに少しずつものを半日かけてとかもの物を運んでいるあのスーパーだったり産直だったりっていうところにこう何軒もはしごして あの販売していいるという状態なんですねであの給食だけをやっているっていう人はまずいなくてですね特にまあ滝沢ふあの冬場は雪で閉ざされるので何も、まあ、ハウスは一応生産はできますけれどもあの量的にもあのコストもかかりますし生産性が悪いのでハウスであの冬に頑張ってる人はそんなにいなくてですね夏場が中心になってくるので。あの どどうううしてもも、そういう時期に限られれるんですけれども、まあ、冬場もそういうあの秋に溜め込んだ野菜を加工してだったりとか最近はあの干し芋なんかが特に売れてですねそういう加工をしたりして販売してあの頑張っているのを見るとですね私たちもすごく刺激を受けてあのいろんなことをやっていきたいなというふうに思わされる昨今です。 はい、以上です。えありがとうございます。あの今若手の皆さんがガンスグ頑張り始めてて、それをまこの給食会の皆さんもまできるだけバックアップしていきたいとそういうふうな中に、でも大実に非常にこれまた岩手県としては大変大きな問題が出ました。皆さんご存知のように、えー、西南日本の方々はあまり感じないかもしれませんが。 私たち東北ではですね、冬期間の野菜生産等はやはりかなり限定されざるを得ません、また、えー、夏場が一番栄養価も高くて美味しい野菜が取れるのですが、その間が夏休み、長期休暇ということで。えー 出したくても出せないというような悩みがございますこの辺の課題をどう解決していけばいいのかということがちょっとある,あるかと思いますのでこれもまた後ほどお話しできればと思いますありがとうございます、えー、それではあのもう私この岩手県の学校栄養士会の皆さんと会うともう胸が熱くなるんですねどうも三十年近い前からですね この岩手の栄養士会の皆さんがどれほどの困難を乗り越えて岩手県民の健康づくり子どもたちの幸せづくりに努力してきたかっていうのをそばで見てたものですからあの本日の報告もですねえこの中には書ききれないようなたくさんの思いが伝わってきた気がしますえそして岩手県としてはまあ最初の栄養教諭さんになられた佐賀先生 の歩みというのもこの地場産活用の歩みと一致するのではないかと思いますが先ほどのご報告に合わせてちょっと補足の方をお願いいたしますはい、えー、私たち栄養教諭は毎日の給食であの先ほどちょっと急いで飛ばしてしまいましたけれども給食の時間や校内放送あと委員会活動献立表それぞれ給食頼り等で 千葉さんのものはこういうものを使っていますよとかえと今日は誰々産地の農家さんからいただいた野菜を使っていますとかいろいろなことを子どもたちまた保護者の方にお知らせしておりますまた授業の時間でも勉強しますしあと子どもたちは施設見学をしたりですとか農家さん行ったり工場を見学したりですとかあとはそれぞれの学校によりますがお米や野菜を栽培したり それを収穫するという体験やあと水産加工場に行って養殖を勉強したりですとかあと中学生は販売体験までするということもされている学校もありますあと私たちが調理実習で子どもたちを前にうんと講師やることもありますしあと食の匠という岩手ではあの郷土料理の あのスペシャリストの方がいらっしゃいますので、そういう方を講師にお招きしたりですとか、いろいろなことをあのそれぞれの市町村あと学校で行っております。で、私たちはまず子どもたちにこういう食材を使っているんだよっていうことをたくさん知らせるということがあの大切かなと思ってやっています。で、あの給食を作る調理の方では。 あの地元の食材はとてもこう大変なんですけれどもあの加工っていうかねあのそれぞれ下処理しなければいけなくて大変なんですけれども子どもたちが喜んでくれるからということで先ほどもお話あったようにミニトマトのヘタを取るとかそういうことも自分たちであの行っておりますでいろいろなことをしてえと家庭や子どもたちに地域の魅力を伝えていきたいなとやっているところです。 佐賀先生ありがととうございいまましししたた今のお話でふっと思い出しました実は日本の学校給食戦後の場合はですねもちろんユニセフ給食でガリレオ・エルワ資金等からあの制度的にはスタートしたというふうに言われておりますけれども地域のオラガ村の学校給食をというのを本当に始めたのは岩手県の皆さんでこれをスズラン給食と呼んでおります。 子どもたちが当時は飢餓状態で食べるものないでもなんとか多くの親たちや地域の保護者たちが集まって子どもにおいしいものをたっぷり食べさせてあげたいということで、えー、スズランを収穫して夜行列車で上野まで行って朝になると子どもたちの食材を整えるためにスズランを売って皆さんに買ってもらったと。これが全国的な 感動を読んで毎日新聞がスクープしたわけですけれどもこうして全国から多くの義援金が集まって岩手県の学校給食が戦後再開されたという歴史がございますそしてその歴史を踏まえて現在も、えー、大船渡の中学生たちなどはですね修学旅行に行くときは、えー、大船渡の湾で取ったわかめや ホタテそういったものを上野や東京に持って行ってそこで皆さんに食べていただく岩手県の銀河プラザに行って販売体験などもして身も心も全国の皆さんに私たちはこうやって生きているんですそして私たちの沿岸漁業や大地はこれほど尊い大切なものなんですということを子どもたち自身が 語る活動を戦後60年以上にわたってやってきており、それを支えたのがえ容姿さんたちだったんですね。ふっと今思い出しました。ちょっとこれも思い出すと胸が詰まる話でございます。けれども、また後ほどえお願いしたいと思いますが、佐賀さんからはやはりその中村さんとさらに近藤さんも共通する問題としてですね。一次処理一次加工。 できるだけ調理の皆さんの労働の集約といいましょうか一時期に大量のものを作るということの大変さをどうその困難さを克服するのかこれ何とかしてもらいたいということともちろんくじの私の大好きな単角牛ですけれどもこれもまた適正価格で買ってもらいたいという思いですね。このの辺にについててちょっと後半の討論に回して させていいいいたたただきとと思まますありがとうございましたでは、えーえーあのー、まさに、あのー、ちょっと今回はクライマックスシリーズ残念でしたけれども、えー、日本の世界に誇る気仙沼のしかも遠洋漁業のエース、えー、楽天でいえばボトさんのようなですね臼、えー、井さんの熱い熱いメッセージが今届いたところでございますけれども。 もうひょっとしたらあの2,3分でっていうわけで100分よこせと言われるかもしれませんが <laughs> 薄井さん先ほどのところ少し細くお願いしますはい先生ありがとうございます、えー、私からちょっと2つなんですけどもやはりこの給食っていうのはですねこの安すぎる金額がやはり問題なのかなというふうに思っています、えー、この先ですね 食の価格っていうのは今、世界中私、仕事柄海外にもたくさん行くんですけどもこれだけ安い日本国っていうのはありませんえ世界中は今、食の値段がどんどん上がってますで成長産業に第一産業になってますそれなのに日本だけがこういうふうにあの何ですか衰退産業になってるる環境問題も今、いろいろ先ほどの SDGs もそうですし環境も変わってきて資源問題だったり人件費の問題高騰の問題だったり その中で、この金額でずっとやり続けること自体が私は無理があると思うんです。で、栄養士さんも国産の魚、地場の魚を使いたいと思ってる,思ってる人たちいっぱいいると思います。でも、魚は高いと思われてるんです。高いんじゃないんです。これが日本が安すぎるんです。我々の魚は人件費だってかかってる、命がけで取ってる魚がなぜこんな安く売られるのか、学校給食に行けないんです。出したいけど、ただで出すわけにもいかない。 だそこら辺がいろいろこれから問題になってくるんじゃないかなというう思ってます。また水産物はですね先日あの8月ぐらいに全国の,あの共同通信を通して全国ニュースになったりもしたんですけど、えー、マグロみたいな魚マグロとかもですね、えー、今、違法漁業で取られた海外で乱獲されたものとかですねそういうものが日本の,この市場にはです、ね、たくさん流通してるんですよね。こういうものも、うん、とやはり日本に入れないような仕組み作りとか 違法漁業は G20 で,すね20であの2019年のときに変なものは入れないと、ううあ,ああいう漁業、違法漁業を撲滅しようというふうになったにもかかわらず、まだ日本には流通している、それが学校給食にも使われている、すごく安いんですよね、違法に取られたものは、コストも安いし、そういうものを抑えていかないと、やはりあの日本の漁業っていうのは残っていけないし、ここにあの給食に我々の魚を納入していくということは絶対にできないんじゃないかなって思います。 で子どもたちがですね、あの我々事業やってる中で、魚どうなのって聞くと、みんな嫌いっていう人たち多いんですよ、都内でもそうだし、気仙沼でも、なんでって聞くと、臭いっていうんですで、臭いのなぜかなと思ったら、ほとんど外国産の魚、昔は使われてました、我々の魚っていうのはフレッシュでも、刺身グレードのフレッシュなんです、でも海外のものっていうのはフレッシュでも生で食べされ,れるものじゃないです、こういうもの、はいくら熱を通したって、臭いものは臭いんです。 だからこそ、我々なんで魚が美味しいかって思うかっていうと、やはり大人になっていいところ行って、居酒屋行って、美味しいもの食べてるからです。こういうものをぜひ子どもたちに小さい時から学童期のうちから食べさせることによって、みんな魚が好きになる、地場産のもの、トりーサてティ漁師さんだけじゃないですよね、先ほどの農家さん、牛を育ててる人、そういう人たちの背中見せてやって、俺もいつか漁師になりたい、そして、何ですか、農産物作ってみたい、酪農やってみたいっていうような子どもたち育てていかないと。 日本の地方はぶっ壊れてしまって、世界中の地方だけがですね日本のがそこから買う、そういうふうな形になるんじゃないかなと思ってます。だから私はその今、デジタルトランスフォーメーション、今流行ってますけども、DX、これこそ日本の漁業、いすいません、申し訳ありません、給食、給食にこそ DX をもっと活用して、ちゃんと子どもたちに背景を見せていく、これが必要なんじゃないかなという風に思ってます。以上です。 ありがとうございました今の臼井さんのお話もまさに強烈といいますか剛速球が投げられたと気がいたしますけれども、うん、あの本当におっしゃる通りで,で食品というふうに考えていった場合にはやはり適正価格があるこの適正性が、えー、ある意味ね不当なあ処遇を受けているのではないか。でそ 安く買い叩くということは農林水産業者の労働の価値を叩くつまりお前らの働きなんかそんな念も使えないようなもんなんだぜと宣言するに等しいわけですよね実に残酷なことを金だけの単価だけで言っているということをですねちょっと私たちは考えたいし行政一生懸命頑張ってるんですけれども消費サイドが 賞味期限を狙って、えー、安い時間に半額になったのを買うのをはじめ、まあ、私も時々やるんですけどもそういう時やっぱり痛みを思いながらでもこれ売れ残りになって廃棄されたらだめだろうなと思うから買いに行くんですけれども大事なことはその人たちはそれを自分の誇りと生涯の仕事として生きてる制業生きる技としての制業としているということを消費サイドもみんながきちんと お互いに支え合う、お互いの人生支え合うんだってそこをまず確認してくれというお話でございました、それと、これまたあの新しい農業基本計画の中で、特に農林水産省さんが力を入れてるんですけれども、まさに農林水産業のデジタルインフォメーションですね、これは IT 化、それからまあドローンとかいろんなの出てますけれども、今、一生懸命注力しているところだと思いますが、 一方で、その注力に対して生産サイドとしてはこういったものを開発とかですね利活用できるようなソフトだとかですねその辺、どうなってるんだというふうにですねむしろ注文を出してもらうとかですねこういったのは多分、東北農政局の皆さん方がスパッと受け止めてくださると思うんですけれどもこの辺もちょっと後でお伺いしたいと思います、え。ー 以上、4人の方々からお話を頂戴いたしました。で、実はの皆様のお手元にはございませんけれども、えー、本日のシンポジウムを今後進めるにあたってということでですね、先ほど4人から出されたような課題とかですね、それに対してどういうデータがあるかというようなものをですね、あの示してはございます。ただあの全本当はもし心 会場に皆さんが集まってくださっていればすぐにもこうお渡ししてこういう学校給食の構成費っていうのはこうなってますよそれから年間を通じてだいたい600品目以上学校給食では使われておりますけれども上位50品目っていうのはだいたいこれくらいでそれくらいを合わせると給食費の全体の3分の2ぐらいを占めるんだよとそういうようなことが分かってくるとあの農家さんサイドもですねあ だったら私たちは他の生産者なしは他の地域の人々と連携して自分のところは6月いっぱい収穫できるけれども7月になったら名野県産を使いましょうとかそれから宮城県産を使いましょうとかそういうふうなそのためにもあのうす井さんがおっしゃるようにね情報共有のためのデジタルインフォメーションをすぐやるべきだというようなことだったと思います。あととそんなことの中で,です、ね そういえば、あのー、佐賀さんねさっき、あのー、もしかしたら言いたいなかったところがあるんじゃないでしょうか地場産の中で地場産をどこまでの概念で捉えるか県域を超えて実は久慈地域は八戸なんかから農産物を入れてますよっていうようなことでそこをどうしてほしいってあの皆さんにこう理解してほしいと思うかちょっとご提案お願いします。 はいあの私がいるところは岩手県の久慈市といってあの一番県北の方なんですねそうすると、えー、食材もほとんどが青森県産のものが野菜もたくさん入ってきてしまい,しま,いますというか収めていただいていますですので、えー、久慈館内産という、えー、と館内とそして、えー、岩手 青森の県境のところまでが地元に近いのではないかなと思うところもありますのでえと岩手県は宮城県と,あと秋田県の県境がありますのでそういう県境も地元産に含んでいいのではないかなって思うところがあります。 ありがとうございますその隣接地域の農産物利用というのは行政的な区画割りではなくてそこで暮らしている人々からすればお隣さんなわけですよねだからこそそこを一緒に会いたいというようなお話でございましたこれの辺の,あの仕組みというのはおそらく県庁の方と遠くの政局の皆さんがだったらこういうアイデアでいいんじゃないのとすればですね、まあ、もしかしたらかなり、えー、のレベルで解決に向かえるかもしれませんね。 えなんとかこの辺をまああの考えていただくということをお願いしてですね早速、今度は私の方からそれぞれ4人の方々にえ先ほどの報告に基づいてえ確認も含めてなんですけれどもえ質問をさせていただきたいと思います。でではまずですね近藤さんあの本当にえーウーバーや えー、出前館をしのぐような、えー、素晴らしい仕組みで運送しているかと思うんですけれども輸送路の確保とかです、ね、それからです、ね、冷凍コンテナなんかを使いながら搬送しているのかを含めてその情報と今どこどこでどこにジャストインタイムでこういうふうに送れるよというようなその辺のそれこそデジタルインフォメーションでありますがそういった仕組みはどのようにして、えー、やっており何か困難 が起こった時にですねそれをどう調整しているかちょっとそれがまず一つ教えていただきたいと思います。 それからあの先ほどとても大切なです、ね、相場に左右されない価格設定を東京都が支援してくれているので大変ありがたいんだけれどもとでこれをその全国の皆さんにです、ね、もう少し強調して教えていただきたくてです、ね、でその時にも私たちにとっての適正価格はこういうことだということであの栄養士の皆さんや行政の皆さんにも理解していただく努力をしていると思うんですね。そこのこのの点についいてて教えていただけますか はい分かりました、えー、まず1点目の輸送の仕組み、まあ、困難な点ですが、えーとまあ、スライドの中でもご説明しましたけど、まあ、地元には生産者自らが行く、で遠方の地域には、間に業者さんが入っていただいて、運んでもらうで、まあさ、さらに先に各学校に運んでもらう業者さんも入っております。 でえーまあ、どのようにその仕組みを作ったかといいますともともと東京で農業、まあ、どこの地域でもそうだと思うんですけど学校給食に卸す、卸さない限らず、まあ、輸送の問題って課題でしたで、まあ、これも自ら解決しないと、まあ、行政の方も、まあ、農協さんも皆さん課題は共有してまして。 でも、なかなか解決されないという現実がありまして、もうこれは最初は自分の足で行くしかないと思いまして、もう3四40キロ離れた場所でも最初は行くという心づもりでいました。で、その次の段階として、まあ、業者さんが途中まで来てもらって、荷、えー、渡しをその場でするという、で物流が増えてきて、再三あってくれば、えー、またさらに間に運送会社さんを入れるという。でまあ、東京都、えー まあ西に長いんですけど農業地域は西の方にありましてえ学校給食まあ人口が多い場所は東の方にあります。で私たち西の方に住んでるんですけどその西の方から野菜をえまあ拾っていくってあれですけど今はえ私とまあ他のメンバー何名かで取り組みをしてるんですけどえその通り道でそれぞれまあ野菜を拾っていくじゃないですけどそういういのをして 最終的に大小7の23区に届けるっていうのをしてますすみません、今のところとても大事なので、はい、その拾っていくっというその話、東京、まあ、農家さんそれぞれ市区町村で多摩地域ではいるんですけど、でそうですね、拾っていく、うんまあ、個々の農家さんがやっぱ運ぶと、まあ、物流が少なくなってしまうんで配送費、運送費が合わないんですよね。 その面でやっぱ物量多くするとそれぞれのコストが薄れてくるんで、まあ協力してまあ提携農家かった形で組合っていう組合は作ってないんですけど、まあグループで協力してえそれぞれまあ運送費を負担してもらうっていう形をしてます。はい。ありがとうございます。と続けてもう一つお願いします。困難なもし、えー、まあ一番心配されるのは発注量と実際。 その業者さんに届いたときってないって場合ですよね、まあ、今までそういうことはないんですけど、まあ、そういうことはないようにもちろん二重の仕組みで確認はさせていただいてまして、えー、まあ最悪の場合は私自から運びます、そこまで、で学校給食、もちろん学校給食って何日の何時まで納品しないといけないっていう制約があるんで、それに間に合うようには対応させていただくつもりです。はい、あの近藤さん今 二重の仕組みっおししゃいまたね、はい、多分あの今、えー、中継を聞いておられる方は一体二重の仕組みって何だろうと僕は思います。えー、とうちまあスタッフがいるんで、はいまあ、スタッフの中で一、えー、人が確認するんじゃなくて、えー、もう一人再確認するメンバーがスタッフがいるっていうことですね。はい、そしてその上で途中途中であのピックアップできるような人たちと連携しながら。 時間前にきちんと収められるような、まあ、工夫を重ねてきたというそしてそのことが逆に言うと、えー、だんだん生産量や使用者が増えてきた時のネットワークの拡大につながったというふうに理解していいですかそうですね、はい、ただやっぱり一番の課題はやはり生産者で学校給食に対する認識、うん、責任感の違いっていうのが、まあ、技術的な面もあると思うんですけど<ー>その辺やはり共有できるメンバーじゃないと。はい 取り組みとしては途中で頓挫してしまうと思うんでやはり一緒にやるメンバーというのは非常に重要だと思います、はい、なるほどはい。ありがとうございます仲間づくりの大切さはまた改めて教えていただきましたえそれではあ次に中村さんですねさっきあのやっぱり大きな問題で今はあの、えー、なんとかみんなが協力してくれるから、えー、へた取りも 解消できて収められるにはなったけど、っていう。その一時処理の段階の問題ですね。どうすればもう少しいいと思いますか？それから、もう一つは先ほどちょっとお話を伺った時に、あのミニトマトなんかはクラスに重量ベースで置くので、個数が合わなくても大丈夫だとおっしゃったんですけど、多分がクラスの担任の先生は30人に子供にこう。それぞれ配った時に。 あれ外来ちゃんところは3個だけど私1個しかないよとか私たちの分足りないのでじゃあ隣のクラスから2個もらってきますとかそういうふうなのは日常的にあるんですね。でそういうふうなことに対してどんな対応をちょっと考えておられますかえっと先ほどのトマトのですね一時処理については、えっと、いろいろ考えたんですけれどもあの結局5,400食を。 作るのに、もう時間が限られているわけなんですよね。ですので、えっ、ー、と調理員さんがやることはまず不可能であると。で、かといって私たちはあのその発表した通りあの不安もある。で、みんながあの全員が検便っていうかあの検査してるわけでもないですし、その月ごとに。 一人ずつという感じですのでそのトマトにだけそのっていうことになるととても難しいのでやはり今のようにあのそこのスタッフにお願いするっていうのが、まあ、今考えられる最善の方法だなというふうには思っています。れ、はい、れはにそうそうです、ねはい、それとと個個数についいてですけれども一応グラム あの大体の規定がありましてえっとまあ大体のミニトマト生産者はあの機械選別をしているんですねですので大体はあのあの重さはその通りになると思いますただその現場であの調理員さんがえっとそれぞれの学校の個数を1個ずつ数えてるかどうかの確認は私はまだできていないのでちょっとそこは分かりかねますがあの配膳する生徒の皆さんは 三個にしたりっていうことはまずないと思いますね。二個は二個っていうふうに。多分、ちゃんと分けて、あの、提供しているんだ。だ、だろうと思います。どうもありがとうございます。<laughs> 実はですね。あの、元農水省の官僚でですね。花巻に突いじゃって、牛、牛農家さんやっちゃったって、薬師や牧子さん、まあ、私、よく牧者、牧ちゃんって。あの、お呼びしてたんですけども、牧者があの、東和町、今、花、花巻になっておりますが。えー 教育員になった時にですね、あのこういちごのサイズのやつを40個のバンを作ってですね、それに全部1個ずつバーッと入れてクラスで配膳してたっていう <laughs> そんな苦労も伺っております。そうするとここで一つ大きな問題です。栄養士さんや調理員さんが地場産農産物を もっと安定的に簡単に使えるようにするためにはその一時処理を含めたですね一時加工とも言いますけれどもその辺をなんとかですねそれは教育委員会だけではなくていろんな地域の メンバさまざまな業種のメンバーと一緒に連携して作るということが可能ではないのかなと実は盛岡食材加工センターというのはそう思いで作ったわけですけれどもあのよければ滝沢さんもですねその辺を少し検討して頂い,いて。 ですね、あと一関市に炭鉱地域の学校給食ではその辺の問題を解決するために、えー、食材納入組合をです、ね、4パーツに分けたりしてですね、様々やっておられますこれは全国の皆さんも共通する課題だと思います。 検品をして、泥を通して、葉っぱを通してとか言うとですね、下手すると、カ、え、ニ、ー、栄養士、学校栄養士の皆さんは、朝5時ぐらいに行って作業をしないととても間に合わないというようなことが毎日起こるわけです。それが故に、企画品の冷凍物の外国産農産物を使わざるを得ないという、そういった悩みもあるわけですね。ですから、これは臼井さんが非常に重要な提起をしているわけですけれども、その辺も、 ちゃんと解決しながら互いに自慢のものを一緒に作り合えるということをやることが大事ではないかなというふうに思います。えー、これはあの既にですね、えー、東野玲子先生なんかが盛岡市のねあの勇気を誘ってして素晴らしいことをやってた方々がはじめとしてやっていたんですけれども、えー、そうですねあの佐賀さん。えー またちょっといろんなお話で先ほどのことに含めてお話を伺いたいのですが岩手県の米粉パンこれは岩手大学私も一緒にいた時に皆さんオリオンベーカリーさんや白石パンさんそれから JA の皆さん東北農政局の指導を受けてです、ね、南部小麦などを作ってそれを米粉パンと合わせてもう100%今も岩手県は米飯。 ってましょうか米素材をやって日本型食生活の基盤を守っているということでしたがこの辺を継続させていく上のです、ね、なんの努力とかです、ね、これまでの苦労、何かかございましたか米粉パンについてですと先ほどのミニトマトの件ですがあの給食センターではまず学校もそうですが1人1個とか1人2個とかというふうに数で。 きちんとそれぞれぞの施設で数えてて出しております、はいでえー、と今米粉パンの話もありましたが、えー、岩手県はお米がたくさん取れますのであの1週間 5, 5日間全部お米主食が米っていう地域もありますしあの私のところは月2回お,こお米じゃないパンを使わせていただいてるんですが、えー、それぞれの地域で お米を食べることとあとあは、うん、と米粉パンも、えー、県産の米粉100%であのパン屋さんの方から作っていただいておりますで、えー、っと今お話出たように、えー、っと野菜の一時加工についてちょっとよろしいでしょうかあの給食センターに土付きの野菜がたくさん納めていただくととても1枚ずつ剥がして。 洗って泥落としてってててととしいうのが大変なこともありますですのであの今一時加工センターというかそういうところを利用している施設もあると思います県内各地であと近藤さんのようにあの学校給食用の野菜はこういうものが使いやすいんだよっていうふうに農家さん同士で分かっていただけていればあの あ,のある程度の泥を落としてから収めていただけるとかそういうところは皆さんに分かっていただいて収めていただきたいなと思います。 はい、ありがとうございます実はそれ自体がもう目に見えない労働の成果と言いましょうか工夫努力なんですね、これをその単にその方々の自助努力ではなくて、互いにそれをこう分け合うような仕組みという形がやはり今後、千葉さん学校給食をより展開していくために大きな鍵になるのではないかという、まあ、ヒントを頂い,いたところでございます。 だいぶ時間が押してきたので大変申し訳なくて臼、えー、井さんもうずうずなさっているのではないかとは思うんですけれども実はあの先ほど臼井さんのご報告が非常に精力的な活動をなさっておられて私もあのだいぶ教えていただいたわけですけれどもフランスではベロイクのようなものミイクなどもいろいろやっておりますが、えー、例えばさっき出たメグロックなんかはですね県県の県南地域マルモリア各 の皆さんが30年以上連携してそして、えー、その結果ですねもう20年以上前から丸森さんの野菜や米をですね目黒区の小中学校で使っていただいているというそういった歴史がございましてそこにあの、えー、気仙沼の魚が加わったってこれはもう鬼に金棒だなというふうに思ったんですが、えー、そこまではまず。 我々はまあ一定の感動すするんですけれども本日の趣旨によればですねこれを国民的理解まで高めるためにそして子どもの教育のために学校給食というものを見直すという形でありますからそう考えますとですね愛知県の西尾市立の寺田小中学校とか私が非常に関わっているところの。 福島県北方市の学校給食これはもう学校給食といいますか日本初の,あの農業科という科目をずっとえこれまた東北農政局の局長であった白井さんがですね佐藤こいと農業科作れとですね私はあのやらせられてですねそれでも今もあの日本を代表する実践をやってるんですがこれは理科社会国語算数とか音楽とか体育まで全部その 組んでですねそれで年間の教育プログラムカリキュラムと言いますけどもそして教材も作って今あの先生方が実践として教えてるんですねで愛知県あそれから、えー、土佐南国市のえごめの田小学校や今治の学校給食なんかもですね今治は考えてみればですね野菜だけではなくて瀬戸内海の魚食というものを 非常に大事にしながら展開しておりますで、こういうふうにですね学校の教育 プログラムにかなり密接に連携していく、そしてそのことによって総合的な知的な学力とか、ですね知恵とかですね工夫も高まっていって、その,その先に、ですねだから私たちはもっと気仙沼を愛するんだとか、ですね俺たちは気仙沼で生まれ育ってよかったとそういう思いを作るためのプログラムについて、今後どんな計画をお持ちか教えてもらえますか。はいいあ,ありがとうございます、えー 計画っていうのはまあ一つずつ今やっていくしかないかなと思うんですけども今先生言われた言葉もまるっきり私たちのやりたいことであってその今ここで皆さん今日初めてお会いした方々なんですけどもその何ですかねその全国に今給食で使われているものたくさんありますよねそういうものをえと気仙沼のものを全国の方に食べてもらうだけ食べてもらったりあと全国のものを食べるとか そういうなんか仕組みとかがまあ行政通じて何かあったらいいんじゃないかなとうう思うんですね。その先ほど農業の方でも国際認証みたいなのがあったり資源認証みたいなのがあったりあると聞きましたけれども漁業の世界でもありますしで今こちらの方だと漁業の方だと MSC 認証だったりあとメル認証今大日本水産課がやっているようなものだったりあと農業だってあるんですよね。そういうものをなんかまとめてえと背景までしっかりしたものトレーサビリティしっかりしたものをこれをぜひ給食に使ってもらいたいっていうようなことで。 それこそ栄養士さんたちに渡せるようなリストみたいなのを作ってもらってで今日はじゃあ宮崎にしよう今日は長野県にしようとかそういって全国を学べるようなものがあったら面白く子どもたちも食べられるんじゃないかなというふうに思ってます。ただそれにしても全てもやっぱりルールー えー、漁業の方だと、先昨年、あのー、70年ぶりにルール改正されて、漁業法って改正てないじゃない、70年ぶりです、本当に、<laughs> いつの話だって、私ずっと生まれる、ずっと前ですけれども、やはりこの多分給食も、先ほどの洋行を見ると、昭和の何年、戦後の、ずっと変わってないと思うんですよね、ここら辺も、うんも、ただ規制緩和をするんじゃなくて、規制を緩くするところは緩くする、あと厳しくする。 でタラメなものが入ってこない乱獲されたものとかデタラメに作られた薬だけのものは食べさせられないとかそういうルールも新たなルールを作ってそれにのっとってどうやったら参入しやすくするか国産の食材を使いやすくするか今の現行のルールでやっていったら絶対できないと思うんですだからそこを変えていくということもやはりまあ我々より,やはり先生方そして国の方,の方々がやはり専門家だと思うのでその方々に力を借りて 今の我々の代でこの今の日本の食、給食を食に対する価値観っていうのを変えていくということを気概を持ってやるべきなんじゃないかなというふうに思ってますありがとうございました、えー、まさに本日のまとめのようなことをお話しいただいたわけですけれども明日からわたわれがそれぞれの立場、地域ポジションでですね、えー、やっていきたい方向性というものが提起されたような気がいたしました。<laughs> えー、数年前に私、WFP と北京大学等の皆さんから中国に呼ばれて、ですね日本の学校給食について教えてほしいというふうに言われて、まあ、1週間ほど滞在して、レクチャー等やシンポジウムに参加しておりました、えー、中国からすれば、ですね日本の学校給食というのは、世界最高レベルのものなんだと。 そして WFP からしてもですねこれほど優れたシステムでもって実践してきた国はどこにもないと日本に学べということがすでに大きな声で語られておりますそのことも含めてですね私たちは非常に誇りを持ってですね今後も東北農政局さんや岩手県庁さん宮城県庁さんそして生産者の皆さんと連携しながら 栄養士さんが私たちの架け橋となってやってくださるということをですね。励みにやっていきたいと思います。では、大変あのあと1分になりました。参加、今日報告いただいた方々から10秒ずつ1缶お願いいたします。 やはりまあ学校給食ということで、本当、教育活動の一環だと思うんですよね。で、スライドの中でもちょっとご説明しましたけど、生産者としてまあ食材を提供するだけじゃなくて、えー、食育活動の一環としての価値を提供していくということもしていきたいと思ってますんで、まあ、今後ともまあ学校給食の方の東京都産野菜の普及に向けて頑張りますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございいいままししたでは中村さんお願いしますはい えーと、まあ学校給食を通じてですね、あの元気な若者の姿を見せながら、あのまあ高齢化が進んではいるんですけれども、あのみんなで力を合わせて、あの今後も子供たちの笑顔を思い浮かべながら、あの頑張っていきたいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。佐賀先生お願いします。はい、子どもたちの元気な姿を見れるように明日からも頑張りたいと思います。ありがとうございます。 ありがとうございました全国にエールを発信してください <laughs> はい、あのあのすいません皆さん頑張りましょう <laughs> 我々も頑張ります皆さん是非よろしくお願いいたします以上ですありがとうございました、えー、本日はあのちょっと時間をしてしまいまして拙い司会で大変皆さんにもご迷惑をかけたし、えー、まだまだ言いたいないところはあるかと思いますけれども どうぞ全国の皆さん方、それぞれの地域、現場でです千葉さん、学校給食の発展、拡大、普及に努めていきます、そしてそれが子どもたちの未来の幸せを大きく作り上げていくんだということをお互いの共有、本日の共有財産、または社会的共通資本と言ったらいいかな、そういうふうな思いとしてやっていきたいと思います。東北政局さんはじめ企画につ やってくださいました CB の皆さんそして本日ここに参集していただきましたまた Zoom 等で参加していただいた皆様方に心より感謝申し上げたいと思います本当にありがとうございました佐藤教授並びにパネルディスカッションにご参加の皆様ありがとうございました 皆様方の貴重な事例をご視聴の皆様も参考にして今後の学校給食にぜひお役立ていただきたいと思います。以上をもちまして学校給食シンポジウムを終了させていただきます。ご視聴の方々にアンケートを取らせていただきたいと思います。来週メールにてお送りいたしますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。なお、このシンポジウムのダイジェスト版は農林水産省の食育のホームページ および第16回食育推進委 n 岩手の専用ホームページで後日視聴できます本日はご視聴ありがとうございました